のバレエ芸人の里由里です。今日はですね、和歌山親愛高等学校に来ました。里由里ズジャパンの強化試合ということで、今日も強化選手を呼んでいます。カモン。じゃぶん。今日でバレエ3日目、里由里ズジャパン4番でピッチャーの小積です。お願いします。エアキンじゃないって言ってるやん。さあ今日は、はい、親愛来ましたよ。どんな子を出します？調べました。お、女子校でした。やめて。やめて、その喜び。ね。うん。聖なる高校だったので、生足 NG 出ました。NG 出ました。さすがに。小物先生に、ちょっとーって言われちゃいましたね。里由里が慣れすぎてて、うん、生足大丈夫って思うことがあったね。はいはい。いけるっしょみたいな。いや、なんかだってもうこれが普通になりすぎて、なんかそのなんてエロさみたいなものを感じなくなってて、でもやっぱ一般の ね、先生方が見たらちょっと NG をいただきましたね。普通の意見をいただきました。はい、今日はちょっとニュースタイプ、はい、女子校仕様の小積です。まあちょっとこんな感じで強化練習ね、うん、今日はねもう本当にあのバレー3日目ですけど、はい、本当に上手くなって、うん、勝ちに行こうと思うわ。でも伸びしろ感じてますよ。ほんまに、うん、いけそう。いけると思う。まあ女子やし、前回男子やったんでね。ちょっと、中入っていきましょう。うん、頑張っていきましょう。今日はいい天気。いいね。はい、ということで和歌山親愛さんのとこやってきました。来たかい、お疲れ様でした。ありがとうございます。6年ぶりに出場されて北海道で戦ってきたんですね。キャプテンがあった。あ、ちょっと出てきて。どうでした、インターハイ。6年ぶりのインターハイ出場することができたんですけど、たくさん課題もあって、これからまた次につなげていくこともたくさん見つかったので、しっかり課題を持って次の大会に向けて頑張りたいと思います。いいね、100点。よく頑張った。100点。はい、しんどい時に自分のことを支えてくれた人。もう一回やって。しんどい時に自分のことを支えてくれた人。すごい。何覚えたもん。仲いいの？めちゃめちゃいいやん。ありがとう。ちょっと今日はね、この親愛さんに、まあ、里由里ジャパンとして強化練習会を込みました、うん、ちょっとね、一緒に練習してもらって、試合とかもしてもらって、おつみちゃんを育ててほしいです。最後はほんで試合しますもんね。最後は試合する。まずはあの練習から入って、そうアップとかちゃんとして入らさせていただけるということで、はい、しっかりストレッチしてやっていきましょう、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。3日目やで。
日目。ちょっともう一回だけ入ろう。ダメ。ダメと思ってからが勝負やから。危ない。でもおかしなってる、おかしなってる。はい、ということで今からゲームですよ。イエーイ。やったや。大丈夫？これ終わったら帰れる。何？練習しんどかったから。練習しんどかったけど、うん、練習の成果をゲームで出そう。そうね、うん、馬なったっすもんね今日。馬なった、馬なった。なんか里ユリズジャパン、うん、最初なんか前までずっと2人で戦ってたけど、うん、無理です。さすがにな。なんで今回は親愛さんから4人助っ人お借りしました。フレッシュです。フレッシュバシお願いします。はい、そして今回特別ルールで、こちらはローテーションなしです。で、コツミちゃんがスパイクを打つときだけノーブロック。お、いい、いい、うん、決めやすいよ。うん、ルールは、うん、私たちの消化合宿なんで、うん、2人しか打てない。アタックだから2人で決めないといけない。はい、はい、それでいくからね。うん、頑張ろうね。さてより、用意してくれたバレーの服裏起毛で熱いわ。デブやねんから気をつけて温めていこう。めっちゃ汗かいてろ。じゃあ頑張っていきましょう。これで疲れる。これで疲れるやん。オッケー。行きましょう
集しない、練習しない勝利を絶対に収めましょう、うん、ここまできつい練習頑張ってきた、うん、これは今日勝つため、ほんまよ、頑張ってきたよね、ほんまよ、絶対勝つよ、最高、あひどいね、うん、そうだと思う、仕方ない、まあいや本気出しない、まだいける、確かに、そう確かにな、まだやらしてください、okay、やらしてください、まあまあいいか、はい、okay、休憩はいいですか、休憩はない、休憩大事、じゃ一旦このまま5点差つくまで行ったらば、ごついマジかっこいいごつみ、やっぱさすがやわ、ね、うん、決まらへん、うん、こっちも負けてないけど、うん、全部片手でいってもらう、そうね、
連れて行きましょう、うん、まあ多分彼女たちならできる、うん、あ、すいません、レシーブ上手いんで3本全部片手でオーバーも全部閉じてしまうはい、お願いします。はい、お願いします。はい、レフトエースです。バーンです。あんまり何も線と点入ってますんで、このは分かる、これ裏起毛だからタオル欲しい。はい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 、勝てそう。はい、勝てますよ、うん、流れはこっちにあるから、はい、絶対いける、うん
狙って。迷子。うん。ここで。はい。重要っすよね。重要っすよね。絶対めっちゃ来るから。一旦下手なやつのポジションちゃいますよね。違う。重要っす。ちゃんとやからこことかじゃない。ここだけ。いや悔しい。悔しいね。絶対よね。いや点数が25対22、うん、はいテロップとか。あと3回向こうがタッチネットしてたら勝ってた。なんで半数増えてんの。めっちゃ成長したと思います。ゴツミ、これは思いますね。ゴツミバリ成長した。ゴツミバリ成長したし、ちょっと監督もうちょっと頑張れよ感すごい。サトゥーリスさんね、もっと規定決めてほしかったっすね。どうでした？サトゥーリスジャパン。ちょっと読むね。3日目、バレーボール3日目。伸びしろあるよね。練習みんなとできて本当良かった。うん。声が出てたけどね。6キロぐらい痩せたんちゃうね。多分な。すごい。俺めっちゃ汗かいてるね。同じ女子高生だから。同じじゃないから。身体能力や技術力の高さ、ご存知のその一生懸命さとか反応の良さとかにはちょっとすごいびっくりしました。これからも練習を重ねたらもっともっと強くなるんじゃないかなと思うので、はい、もう次また練習しよう。はい、いや嬉しい。2回目嬉しい。そして和歌山で、はい、いいんですか、はい、ぜひともぜひよろしくお願いします、はい、ぜひともよろしくお願いします。夜行バスで来るぜ。東京から来たからね。いやちょっとほなそれまでに難しくないように練習してみましょう。はい。いろんなチームまで行く。よし。はい。すいません。うまくなって帰ってきます。はい。ありがとうございました。はい。練習よろしくお願いします。ありがとうございました。